コーヒータイム。今日はね、ちょっとこのドリップ、コーヒータイム。今日はね、ちょっとこのドリップパックがね、余ってたんで、ドリップパックでね、入れたいと思います。で、今日は、ちょっとコーヒーを入れつつね、今回、大寒波の中、福島、まあ東北ですよね、東北の地方に、まあ寒い地方に行ってきたんで、まあその時にね、持って行ってよかったものみたいなのがあったので、まあこれやっぱ最高だったなみたいなのがあったんで、ちょっとそれをね、紹介できたらなと思います。ということで、まずはね、コーヒーを入れましょう。じゃあまずは蒸らしからね。いい香り。ドリップパックってね、ちょっとまあこの金谷ホテル行ったのはだいぶ前なんですけど、この、まあ、賞味期限っていうのを見ても分かる通り、結構ね、長期にわたってそ保存ができる。まあ普通にね、豆とか引いちゃったらすぐに劣化してしまうんですけど、その中にね、ガスとか不活性ガスみたいなのが入ってたりとかするんで、そういうのでね、長期保存ができるんで、かなりいいですよね。あんまり飲まないけど、みたいな人は、こういうドリップパックね、買うっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。今は結構美味しいですし、ドリップパックも。で、なんかね、すごいこだわって出してるドリップパック、なんか、喫茶店とかとコラボしてるやつとかもあったりとかするんで、まあそういうのをね、いろいろと買って試してみるっていうのもありなんじゃないかなと思います。まあ普通にね、ドリップした方がもちろん美味しいんですけどね。そこはまあコーヒー入れる頻度とかそういうのにも関わってくるんで、はい。じゃあコーヒー入れ終わりました。はい、コーヒー入れ終わりました。こういうのもね、ちゃんとかき混ぜてやる。上下で、ね、最初のね、入れ始めの時と入れ終わりの時で濃さが違ってしまうんでね、均一になるように一回回してやるっていうのが重要です。はい、ということでコーヒーいただきましょう。はい、じゃあコーヒーいただきます。いい香り。美味しい。で、今回ね、持って行ってよかったの、すごい今回よかったのがね、じゃじゃんと、まあ、これが何かというと、じゃじゃん、これまあインナーなんですよ。まあよくあるね、あったかインナーって呼ばれるようなものなんですけど、まあただね、これはモンベル、まあ、モンベルから出ている機能性のね、あったかくなる下着なんですけど、これがね、なぜ良かったかっていうと、まああったかいインナー、機能性のね、あったかいインナーとかって聞くと、基本的にはユニクロのね、ヒートテックっていうのを思い浮かべると思うんですけど、これとね、ヒートテック何が違うのかっていうと、ヒートテックって、体のね、から出た、発散された、水蒸気、まあ、汗ですよね。汗とかを生地が吸って、で、それで発熱をするんですね。で、発熱をするから体が温まるっていうものなんですけど、ヒートテックって、まあ、その時は暖かいんですけど、その汗がね、なかなか発散されなくて、ヒートテックがどんどん湿っていっちゃうんですよね。なので、汗かいたりとかした時に、その汗が逆に冷えてしまってね、後で体を逆に冷やしてしまうっていうのがあるんですよ。
よくね、登山とかする人、冬山登山とかする人だと常識なのかもしれないですけど、ヒートテックは山とかね、アウトドアに着ていかないっていう風にね、言われてるんですよね。で、このモンベルのやつは、なんて商品かというと、この袋があるんですけど、スーパーメリノウールっていうやつですね。スーパーメリノウールってやつで、これがね、まあ後ろ見ると、こんな風に書いてあるんですけど、まあ登山、スノースポーツ、トラベルって書いてあるんですけど、これがね、何がいいのかっていうと、ウールもなんですけど、ヒートテックみたいに汗を吸うと発熱するっていうね、そういう性質があるんですよ。で、それだけじゃなくて、まあ体の水分をね、蒸発させるっていう機能がすごい優れてるんで、あと、体から出たその熱気みたいな、熱気っていうかその蒸れですよね。蒸れとかは透過して、で、熱だけはこもらせる、体の中に、ね、閉じ込めるみたいな、そういう機能がすごい優れてるんですよ。なので、ずっと着ていて、例えば外出て少し動いて汗とかかいた時にも常にね、サラサラの状態で着られるっていうものなんですよね。まあ、これとね、あともう一つ持っていって、これはね、ちょっと式の最中には着られなかったんですけど、これはね、同じようなやつで、ちょっとね、ちょっとだけ機能が違うんですけど、これはね、ジオラインっていうシリーズのやつですね。まあこれも同じような機能なんですけど、どっちかというと保温性が高いのがスーパーメリノウールで、水分とかね、そういうやつの蒸発とかのに特化しているのがこのジオラインっていうシリーズだったと思います。なので、まあ、今回ね、その、なんていうの、外に出たりとか、まあ、葬式で行ったんでね、葬式の、室内とかはね、もちろん暖房が効いてるんであったかいんですよ。なんですけど、外に出るとすごい寒いみたいな。マイナス5度とかだったかな。マイナス5度とかなんで、すごいめちゃくちゃ寒いんですよ。東京とかと比べたら10度ぐらい低いんですけど、まあ普段のね、東京とかと比べると10度ぐらい低いっていうような気温だったんですけど、まあ外は寒いし、中は暖かいし、みたいなので、中に入った時に汗かいたりとかしてたんですよね。なんですけど、これは本当にね、常にサラサラで、で、しかもね、匂いを抑えるっていう効果もあるので、すごいね、汗臭くなるっていう、汗かいたとしてもね、まあ、こういうね、よく機能性のその汗を発散させるようなものって、汗が乾いた時に臭くなったりとかするんですけど、それもないっていうね、すごい快適に過ごせたので、もしね、冬とかで、まあそういう機会、まああんまり、あれなんですけど、まあ、結婚式とかでも使えると思うんで、そういうようなね、スーツ、白いワイシャツを着なきゃならないっていう場合には、このスーパーメリノウールっていうのをね、買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。一応ね、僕はこのラウンドネックってやつを買ったんですけど、V ネックっていうタイプもあったりとか、あと、まあこれはね、こんな感じで、ちょっと上のね、首の部分が、まあ、こういうシャツみたいな感じで、上、首の方までカバーしてくれる。こっちの方がね、保温性高いんですけど、そういうやつもあるので、自分に合ったやつね。あと、これは中圧で。で、薄手と極厚みたいなのもあるんで、まあ、地方、行く場所によってね、変えてもらうといいんじゃないかなと思います。うん。めちゃくちゃおすすめ。ちょっとね、高いんですよ。これで、7500円ぐらいするんで、ユニクロのね、シャツとかに比べると、まあ、割高かなとは思うんですけど、もしね、アウトドアとか行く人、あと、冬のウィンタースポーツですよね。まだまだ、シーズン真っ盛りだとは思うんで、そういう中でね、スポーツする人とかには、これ、めちゃくちゃおすすめ。てか、まあ、危ないんでね、ヒートテックとかは着ていかない方がいいんじゃないかなと思います。うん。はい。これ、めちゃくちゃおすすめ。で、それとね、あともう一個。ちょっとここに置きますけど、もう一個ね、持って行ってよかったの。持って行ってよかったっていうかね、ちょっとでオーバースペックだったんですけど、これ。マグマ。これは、まあ見てわかる通り、北海道みたいなやつですね。カイロ。使い捨てカイロなんですけど、このマグマ。これがね、すごいいいんですよ。まあ持続時間はちょっとね、
他のやつとかと比べると少し短めなんですかね。あの安いやつ、これね、トップバリューのベストプライスですけど、ベストプライスとかのやつでもこれ20時間とかなってるんですよ、この部分ね。で、最高温度が70度で平均温度55度ってなってて、こっちもね、最高温度は73度なんですけど、こっちはね、平均温度が61度なんですよね。平均温度が高いっていう、まあ常に暑いんですよ。で、これが何が良かったかっていうと、このね、普通のカイロ、こういうね、普通のカイロって、寒すぎると、まあ、北海道って、まあ、酸化反応で熱を出してるんですけど、そのね、酸化反応、まあ、化学反応ですね、中学とか小学校の時に習ったかと思うんですけど、温度が低くなると化学反応って起きづらくなるんですよね。でこれも一緒で、温度が低すぎるとこの中で発熱するとはいえ、その発熱が起きなかったりとかするんですよ。なんですけど、このマグマってやつは寒い時もバッチリね、もうガンガン反応してくれて、むしろね、ポケットの中に入れておくと熱いんですよね。本当に火傷するんじゃないかっていうぐらい、ズボンのポケットとかって結構もう密着度が高いじゃないですか。でそうするとね、マジでね、火傷しそうになるぐらい熱いんですよ。常に熱い。だからね、ちょっと持続時間が短いんだとは思うんですけど、なんで寒い地方に行くときで、あまりこういうの持ってっても暖かくならないなっていう人、まあそういうような地方の人は、まあこのマグマ買ってみるといいんじゃないかなと。まあ実際には今回、そのスーパーメリノールとかね、あとそういうジオラインとか来てたんで、まあそこまでね、寒さを感じなかったんですけど、まあただこれポケットに忍ばしといてね、指先とかはやっぱり寒くなるじゃないですか。なんでそういう時にね、パッと持ってこうやって手をね温めたりとかするのができたんで、すごく良かったかなと思います。うん、まあちょっと今回に限ってはこの普通のね、カイロでも良かったのかもしれないですけど、マグマ、まあ、これもね、アウトドアにめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひね、寒いところにこれからキャンプ行くよとか、あとウィンタースポーツとかね、するよっていう人は、あと自分がね、めちゃくちゃ寒がりですみたいなのを自覚している人っていうのは、このマグマをね、持っていくといいんじゃないかなと思います。まあ値段は言っても使い捨てカイロなんでね、そこまで高くはないんで、うん、結構な数が入って、でしかも、まあ、12時間あればね、外に出てる間なんか12時間もかからないと思うんで、うん、おすすめです。そんな感じで、まあ、今回ね、かなりの寒い中、まあもっと寒い地方はあるんでね、マイナス4度ぐらい大したことないだろうみたいな人はいるかもしれないですけど、まあそう言ってもね、大半の日本の気温って言ったら、マイナス、最高気温がマイナス5度とか、なかなか体験することではないとは思うんで、まあ、今回ね、紹介した、防寒グッズとこの、まあ、防寒グッズっていうのをちょっと参考にしてね、体調崩さないように、寒いところ、寒いね、まあ今年いろいろ寒波とか来て、いろいろ大変で、まあ東京でもね、何回か雪が降ったりとかしてましたけど、うん、まだ積もったりとかはしないですけどね、うん、寒い冬を、体調を崩さずにね、乗り切っていけたらなと思います。はい。っていう感じで、バイ。